しんちゃん、おっといてんだ、ひろみ、ひろみです。今は3月16日、昨日予定だったベトナムの外国人観光客入国の最新の情報が入ってきたので、皆さんとシェアしたいと思います。ベトナムは2020年の3月からこの約2年間国を閉じていてというか、観光客が入れない状態だったんですが、昨日3月15日からそれが再開されるという報道がありました。前回や前々回の動画でもお話ししたんですけど、その内容であったり条件がまだまだ不明確なところがあったんですが、それがなんとなく見えてきまして、日々情報が出てきてはいろいろ変わったりしているんですけど、今日出てきた情報はとてもいいニュースです。昨日3月15日はビザの免除が再開になりました。日本からのビザはなしでも現地で15日以内過ごすことができるといった、いわゆる観光客も受け入れしますよといったニュースですね。そこから入国の条件だったり隔離問題はどうなのかといった詳しい記載がなかったんですけど、今日やっとその全容が見えてきました。昨日の夜、保健省が新たなガイダンスを出しまして、それによりますと、ベトナムに入国した時の隔離がなくなりました。ですけど、すべてがフリーになったというわけではないので、いろいろ条件があります。それを細かく見ていきたいと思います。まずは、出国前に受けるコロナの検査についてです。PCR 検査と抗原検査、どっちも OK なんですが、PCR の方は出国の72時間以内、そして抗原検査の方は24時間以内に受けて陰性となる必要があります。そしてベトナムに入国してから10日間は自分で健康観察を行ってください。ちゃんとマスクをして消毒もして、人との距離もなるべく空けてと、感染対策を徹底して過ごして10日間は自分の健康をチェックしておいてくださいというのがあります。条件としてはたったこれだけです。かなり緩和されたと思います。なんですけど、ベトナムに入ってからもしコロナの症状とか何か違和感があったら検査を受けなければいけないし、陽性になったらベトナムの保健省の指示に従って、隔離とかそういうのしなければならないんですが、それにしてもかなり入りやすくなったと思いますよね。今回の最新ガイダンスでは、皆さん気になっていたこの隔離とか、ベトナムに入ってからの再検査とか、あとワクチン証明書とか、コロナから治りましたという証明書について一切触れられていないそうなんです。記載がないということはもうないということなんでしょうね。なんですけど、ベトナムに入るとお店とかでワクチン証明書見せてくださいとかいうところもあると思うので、念のため携帯にこうアプリとして証明書を持ち歩くっていうのはしといた方がいいと思います。ということで、3月16日時点の最新情報でした。いよいよベトナム入国が現実になってきたっていう感じがしますね。前回や前々回の動画でもたくさんのコメントをいただきまして、どうもありがとうございます。その中でも特に多かったのが、今ベトナムコロナ大変じゃないですか、ちょっと多いからなかなか旅行に行きづらいなといったコメントをたくさんいただきました。確かにベトナムは今1日に20万人近いコロナが出ていて、特にハノイ市内なんかは1日5、6万人の方がコロナになっている状況なので、気軽に旅行っていうのはなかなか行きづらいかもしれません。ですけど、ベトナムに旅行に行かれる方もいらっしゃると思うので、感染症対策は十分に気をつけて楽しんで行ってきてください。引き続き新しい情報が出たらお伝えしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライオービデオディプティアンねー。